ウィリアム・シャープ・マクリー・クワネリアン・システムによる昆虫分類のズ・ウィリアム・シャープ・マクリーはイギリスの昆虫学者役人である。ロンドンに政治家で昆虫標本収集家として知られるアレキサンダー・マクリーの息子に生まれた。ウェストミンスタースクールで学んだ後、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで1814年に BA、1818 18年に MA の学位を取得した。 外交官になり、パリの大使館で働いた。父親の影響で、昆虫学に興味を持っていたマクリーは、パリで、ジョルジュ・キュビエや、エティエンヌ・ジョフ・ロアサン・ティレール、ピエール・アンドレラ・トレイユらの有名な動物学者と交流した。1819年に、イギリスに戻り、1825年からは、ハバナで、奴隷貿易を抑止するための司法裁判所のメンバーとして、 1836年まで働いた。イギリスに戻った後、1830年にオーストラリアに移住し、ニューサウスウェールズ州首相を務めた父親が建てたシドニーのエリザベスベイハウスに住み、父親の昆虫標本の充実や研究を行った。マクリーは当時イギリスで一定の支持者がいたクワネリアンシステムという分類体系に従って、 昆虫の新しい分類体系を提案したが、これは広がることはなかった。1839年のアンルズ・オブナチュラルヒストリーに魚類やサイヨウム虫の分類についても執筆したり、お作動物やキューバの鳥類の分類についても執筆したが、親しい博物学者を除いては、マクリーの主張は無視された。オーストラリアでは昆虫以外にも海洋生物にも興味を示した。 シドニーのマクリーの屋敷は、博物学に興味のある人々の集まる場所となった。1821年に、ロンドンンネ協会のフェローに選ばれ、ロンドン動物学会のフェローにも選ばれた。1839年に、イギリス科学振興協会の会長を務め、オーストラリア博物館の理事も務めた。結婚しなかったので資産は、弟の動物学者、ジョージ・マクリーが継承した。 父親とマクリーの作った昆虫標本はシドニー大学に保管され、後にマクリー博物館の元になった。ありがとうございます。